今日は2018年2月27日、1時41分ですね。今日は朝日新聞がどっか行方不明で、見つからなかったんで、朝のテレビの報道番組で喋ってたことを言いますけど、まあ、また裁量労働制の問題ですよね。まあ、データが非常にずさんだということが次から次に明らかになって、今度もちゃんと原本出してくれって言ったらもうなくなりましたって言ってたんだけど、調べてみたら地下の倉庫にありました。まあ、最近みんな言ってますけどね、今確定申告の時期でちゃんと書類は何年、5年間だか何年間だかお前ら残しとけよと言いながら、お役人たちは今まさに議論になっているような全然まだ片付いていない、問題に関しての書類や資料ですよ、捨てちゃうんですよね。森友学園問題、加計学園問題、それがすっかりもうその仕事が片付いて捨てたつんならまだわからないでもないけどね、全然片付いてないのにそれを捨てちゃいました。ありません。でよく探したらこんなところにありました。それと関連するものがここのメールに残ってました、なんちゅうことが、まあ、出てくるわけだけども、まあお役人の施設ものがこの間非常に、国民の前で明らかになってきた。国民に対してはきついこと言うけど、自分らはとにかく自分らのやったずるいことや尻尾がつかまれないように証拠は次々に捨てていく、隠していく。まあそして、それに基づいてですよ、国民を手玉に取って上手に騙そうとするという実態ですよね。それが、まあ、明らかに なってきた。そして、まあ、何よりも政治の方向全体がですよ、お役人に対しても政治家に関してもですよ、結局一般国民の方向を向いているのか向いていないのかといえば、結局はお金持ちの方を向いているんですよね。大企業の方を向いていて、今度の裁量労働制の問題に関しても一般の労働者から裁量労働にしてほしいよという声が上がってきたから、そういうことを考えましょう、もっと幅を広げて裁量労働制の幅を広げてみんなができるようにしましょうというんじゃなくて、財界の方からそういう要求が強いですよということがもう明らかになってるんですよね。なぜなら人件費を圧縮したいから、要するに残業代払いたくないという企業の要求に応じてですよ、なるべく残業を払わなくても人を使えるような仕組みの幅を広げて企業に都合のいいようにしましょうという、まあ、それ以外の何もの無駄がないわけですよね。だから私は繰り返し繰り返しここで言ってますけども、お役人や政治家が大企業にとって都合の良い政治を行い続けていますよ、そのために一般国民が苦しむようなことがたくさんありますよ、そして何よりも国民の前で嘘をついたりずるいことをやったりして見せることで社会の正義感というものが欠落してしまっていますよ、そして弱い者いじめが当たり前のように行われて、そのために学校の子どもいじめの自殺が止まらないんだ、そういう指摘をずっとしてきたわけですけども、まあそれらが証明されている。で一般国民がなかなか怒らなくてね、安倍内閣の支持率が下がらないというね。で大きな国際的な様子で見るとですよ、北朝鮮問題いつまでたってもぐず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 、まあ、北朝鮮のあのアンちゃんが困ったもんではあるんだけれども、そのアメリカの困ったおじい様と二人合わせるともう大変な状況になってるわけですね今ね。でそれらも結局はそういう状態があった方が好ましいという人たちがいるんだということを忘れてはいけないということをずっと言ってきましたよね。軍産複合体と呼ばれる軍事産業と軍隊がつるんだ世界的な強大な勢力があって、それが大昔からずっと世界の情勢なんかに関わってきて、裏では陰謀で紛争が起こるように仕向けてきたんだ、政治家に対しても
働きかけがあって、政治家の多くはそれらの方を向いていて、結局はそれらにその軍産複合体にとって都合の良いような政治状況を結局は作ってきたんだ。争わなくてもいい争いが起きてくる、起きている現状というものは、そういうものの画策による、そういうものの意向に従った政治家たちの行動によるものだということを私は指摘してきたわけですけれども、そういうものを改めて今確認していかなきゃいけないんだろう、まあ、そういうふうに思いますよね。ということです。